友人宅でその準備をしていた。喉が渇いたので冷蔵庫から飲み物を取りに行くために部屋を出ると、いきなり鍵がガチャンと音を立てて開いた。え？友人には彼氏もいなければ急に訪ねてくる家族もいない。合鍵は誰にも渡していないと聞いたから、どう考えたっておかしいと思った。ん？予想外のことに驚いて固まっていたが、そんなことお構いなしに玄関が開いた。若い見知らぬ男がニヤニヤしながら現れて、いひー。いやー！私は思わずギャーと叫んだ。そしたら見知らぬ男もニヤニヤ顔が一気に消えて、ギャー！私以上の大声でこっちを見て叫んだ。そりゃ驚くよね。玄関開けたらダースベイダーだもん。薄暗い廊下にダースベイダーだもん。キャー！そしてそのダースベイダーから甲高い女の叫び声が聞こえるんだもん。実は大きめなイベントっていうのがハロウィンの仮装パーティー。その衣装を友人宅で作ってたんだ。視界も確認したいからそのまま廊下に出た瞬間に男は私の姿を見てしまったらしい。そりゃ驚くわ。そしてその叫び声を聞いて、どうしたの？と言いながらやってきたのが、どうしたの？アナキンスタイルの友人というオチまでついて、コントかよってその時は思った。その後男を捕まえて警察呼んだりした。結果分かったのが、男はアパートの管理人の息子で合鍵を使って窃盗しようとしていた。しかも前々から結構可愛いと思って目をつけており、あわよくば、らしい。要は悪さをする目的で侵入していたことが判明。その後友人はすぐに引っ越し、費用は当たり前だけど管理人持ち。ハロウィンパーティーにも参加することができなかった。今でこそ笑い話のように話せるけど、当時はかなり怖かったしびっくりした。でもまあ未だにダースベイダーを見るとちょっと笑ってしまう。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。いかがでしたか？皆さんはどう思いましたか？